キュウエモンは、安土桃山時代の長崎商人。キリスト教に経し、パウロの洗礼名を持ったが、後廃教している。キュウエモンは、長崎の商人で、フィリピン貿易を営んでいた。天正十九年、部下の原田孫七郎と共に、豊臣秀吉の使者として、スペイン領フィリピンに、日本国への徴候を要求する内容の書状を持って、マニラのスペイン領フィリピンの総督ゴメスペレス。 ダスマリニャスのとにで向き交渉した。その当霊士として、ドミニコ会派のフアンコボが、翌年来日した。キウエモンは帰国するコボと共に、剣士として、フィリピンに渡ったが、コボが、北台湾沖で遭難した。文禄2年4月、原田キウエモンは、豊臣秀吉の使者として、マニラに到着した。キウエモンはフィリピンは、防備が薄いので、 秀吉の征服は容易であると進言した。しかし、文禄元年に秀吉は朝鮮出兵を開始しており、フィリピン問題には力が入らなかった。さらに、フィリピン諸島との中間地点の重要性から、台湾の占領も秀吉に進言し、自ら台湾征服を願い出てたが、これも秀吉に余裕がなかった。当時キウは全財産を失い、その能力もなくついに、 フィリピン貿易を中止した。スペイン人商人のアビラヒロンによれば、キューモンは裕福な商人であったが、浪費好きで身分不相応に見栄を張り、破産していたと伝えられる。人柄は極めて聡明で抜け目のない腹黒い、目端の利く男であると評している。ありがとうございます。